初めてかな、もしかして朝の配信。初めてではないのか。おはよう、おはよう、おはよう。何って数時間前も配信してたけど、してたんだよね。12時まで配信してたかな。これで来てる、今来てくれてる300何人の人はすごいね。こうお知らせなしでよく気づいた。通知で起きたんか？かわいそうに。まあ、特にね、何をしようか、何を話そうとか何もないのですが、あ、朝の配信ってそういえばあんまりしたことないなと思って、ちょっとなんか謎に始めてみました。前もね、本当はやろうと思ったんだけど、結局やらずに寝てしまったので、今日はいいかなということで。今日はですね、お仕事なんですね。もう少しで、もう、なんていうんですか、準備を始めていかないといけないんだけど。いや、もう実はもう一睡もしなくて、そうで、気づいたら朝になっちゃって、いや昨日ね、その配信を12時に終えて、お風呂にすぐ入って、まあなんやかんやしてて1時半ぐらいだったかな、ちょっともう不確かなんだけど。でベッドに入って、で永遠寝れなくて、気づいたらカーテンから日の光が入ってて、あれみたいな、やばいやばいってなって、いやでもなんかもうあと数時間後で仕事だしなみたいな、いっかみたいな感じでございます。いや本当は何度も寝ようってトライしたんだけど、いやなんか寝れないなってなって、今日はなんか寝れんわってなって、もう潔くここはもう寝れぬなら起きてしまおう、ホトトギス的な感じの精神で、やってまいりました。そうなんです。そんな、そんな感じかな。あれ、つかない。だからちょっとね、寝るタイミングを逃してしまったっていう。でもなんとまあびっくりなことに、落ちそう。今日夜までお仕事なのよ。遅くまで。あ、遅くまでは嘘ついたかもしれないけど、なんか終わり時間書いてなかったから何時か分かんないんだけど、3つお仕事あって今日。意外とやばいなって思ってんだけど。寝れなかったからもう仕方、もうすごいなんか変な癖がついてる。仕方ない。いいよね、みたいな。あれ、もしかして、あ、岡本彩香さん、ちゃっかり1位取ってるじゃないですか。ありがとうございます。こんな時間に起きてるなんて、あなたもなかなか早起きですね。何って朝一発目のお仕事、彩香と一緒なんで。だから彩香も起きてるのかなと思います。一緒なんですよ、仕事。そう。なんかさ、最近ね、髪の毛をこう分けることが多いのね。だからここをね、こうやって収納することが多いから、ここの毛は長くて大丈夫ですみたいな。
まあ、センター分けするかもしれないしって思って、こうサイドの毛は長めで切ってくださいみたいな、あてか切らないでくださいみたいな感じで言ってたら、本当に切らなくて、なんか思った以上に切らなくて、こっちの毛今全然ないんだよね。こんだけしか前髪として認識ないの。これ横毛になっちゃってんだよね。明らかに前髪足りなさすぎてさ、まあでも仕方ないかなみたいな。ただセンター分けするときこっちは正常に毛があるのにこっちはないみたいになってて、いやこれは揃えて切るべきだなと、うん、思ってますね。何の髪型にしようか、何の髪型というか、別に結んでいけばいいか。ね、ここだけ謎に長い。マスクが大きくてさ、ちょっとなんかちゃんと顔にフィットするマスクが欲しいなって思ってるところ。買わなきゃね、そろそろ。もうないからね、お家にマスクが。いや、なんかもう今日はブラックコーヒーを絶対に朝から投与するって決めてる絶対に眠くなる、絶対集中力切れるだろうし、やばいだろうなと思ってる。いや、おはようみんな、おはよう、おはよう。いや、もう仕事頑張って、いってらっしゃい、応援してます。朝ってさ、おはようしか流れないの、これって。みんな生きてるみんなおはようボット、もしかしてみんなでさ、ボットになろうとしてる、私のコメント欄で。そんなみんなで朝からだ一致団結しないしないでもらっていいねえ。あ、ゴムこっちだ。連れてきた赤ちゃん、かわいいね、赤ちゃんだよ。いや、ほんと、いや、いや、生足ですか。こんなんでいくらでも見せますけどね、こんなんだよね、こんなん別に。あ、ありがとう、虹。なんかハッピーな気持ちになれた気がする。なんか今日一日いけるわ。一つ結びか。いや、これ長いな。いや、寝れなかったんよ。こう、寝る気持ちではあったんだけどね。こう、どうしても眠気が来なかったから、もう眠気が来ないときは寝ないって決めてるんで。で、寝なくて、だから今日かな、今日の夜にもうめっちゃ気持ちよく寝れるじゃん。そしたらそれを楽しみに今日は頑張るっていう。すごいね、今日を気持ちよく寝るためにもういっそのこと起きてしまうというこの潔さ、素晴らしい。おー、一日応援してるよ、朝からね、頑張って。めちゃくちゃ応援しちゃう。今ならもう、特に何もなかった、ごめん。いや、極端すぎるかないや、でももう寝れなかったみたいなさ、ちょっとなんかナイーブなさ気持ちになるのも嫌だし、萎えるの嫌だからさ、
ハーフアップか一つ結びか。一つ結びにしとこうかな今日は。ああ、と思ったけど、やっぱハーフアップにしよっかな。と思ったけど、やっぱ一つ結びにしよっかな。よし、あ、串がないね、ここのとこに。持ってくの忘れちゃった。まあ、別に誰に会うわけでもない。手串でいいや。かわいいしよ、パジャマ。パンダ泳いでんの。泳いでるっていうか寝そべってるんだけど、ちょ、泳いでる。かわいいでしょ。青色が可愛かったから買ったらパンダがついてきてた。なんかパンダに別に惚れたわけじゃなくて、あの青に惚れたから買ったんだけど、なんかちょパンダだなとおー、なんか予想以上にパンダだなと思ったんだけど、まあ寝るだけだしいいやと思って、別に部屋着だしと思って買いました。まあ、癒されるよねパンダチン。いや、青ブームはね、もうめっちゃ続くと思うよ。私ハマるとそれしかないから、それしかあのっていう感じだから。だってその前のピンクとかも長かったもん。次のこの色かわいいっていうのが来るまで、おそらく流れで青は続きますね。ボッサボサですね。まあいっか、別に前髪やっただけ。いやいや、普通だったら本当に眠たい時とか時間ない時ってもう全もう帽子で隠すの。別に眉毛も描かないし、もう帽子で全部キャップで隠すんだけど、今日はなんと一睡もしていないおかげで逆に元気なので、やれちゃうというね。あーあーああ、ちょっと危険、この髪の毛。俺うちに入っちゃうね君。ちょっと言うこと聞いてくれないね。あ、終わった。これは終わります。でもさ、こういう時ってさ、仕事場に着いた時が一番眠いんだよね。一番眠いし一番テンション低いんだよね多分。後からね眠くなってね、後悔するんだけど、でも眠れなかったし仕方ない。あららららら、髪の毛が言うこと聞かない。こういう時はね、ペットボトルの水をね手につけてですね、水滴をですね、まあ、水滴は汚いもんじゃないですから、こうやってね髪の毛ペペペってつけてですね、ちょっとなんか一旦ね冷まして、ちょっともう一回後でやり直しましょうね。水つけてピッ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 ね、よいしょ。水の力でまっすぐになった。
とね、コテとか欲しいんだけど、ちょっともうめんどくさいんで、そこはご愛嬌ということで、結局ボサボサみたいな。よし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 、いいねいいね、いよいよいいんじゃない、いい感じ。これで完成したっちゃ完成したけど、完成してないような、したような、完成してないようなっていう、なんか、うん、やっぱね、一つ結びにこれは変だわ、変えた。かといって全体にストレートをかけるのもめんどくさいので、やっぱりこれになります。この髪型はさすがに櫛が欲しい。たらめんどくさい、取りに行くのが。よし、いやー、みんな結構起きてますね。私は眠い。いや、来てますよね、だいぶ。こういうのは適当でいいんです。朝だけなんで、こういうのはいいんです、適当で。写真とかね、撮るわけじゃないんでね、朝の仕事は。夕方のはね、ちょっとがっつり映るんで、ちゃんとメイクさんがね、いますけれど、朝は、映るもんじゃないんで、いいんです。撮影とかじゃないんで。ちょっと難しいな、この加減が。めっめっちゃ跳ねてるね、髪の毛。元気だね、さすがに。いいんじゃない、元気で。髪の毛ぐらいはやっぱね、元気でね、言ってくれないと。髪の毛まで沈むとね、気持ち沈んじゃいますから、多分。ちょっとあんま、知らないんだけどね。そうやって。ご先祖様が言ってはったから、よしよし、ちょっと元気すぎたけど、まあ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 、いや、これ何の毛みたいな、こいつ何っていう。いや、これも本当は前髪なんだよね。くぅ、いや、やっぱ髪色ピンクに早く染めたいな。よし、いいんじゃないのかな、完成。
朝のエネルギーチャージさせていただきます。入ったわ、注入完了したわ。お、ミラーボール、ありがとう。朝からちょ、朝からね、ディスコな気分にはなれないけど、その光を見たことによってこういい感じですいい感じです。ありがとうございます。ウレティさすがに前髪がなんかちょっとなんかあれかなみたいなところあるので抑えたいと思います。いやもうね、朝の髪っていうのはシンプルな方がいいですから、朝からね、あれなんか巻いたとかって思われるとね、ちょっとなんか気合入ってんなこいつとか思われるのちょっと嫌なんで、あの抑えめに行きますわ、やっぱり。はい、恥ずかしいんで気合入れたとか思われるの違うんですけどね。あーもうダメだ、言うこと聞かないですね。終わり終わり、私の毛は言うことを聞きません。ちょっと何回もアイロン通しすぎた。こっちに入っちゃうんだよね、なんだろうね。本当はねコテがあると一番いいんだけどね、ちょっと取りに行くのめんどくさいっていう。よし、まあまあ、ちょうどマスクとかぶっちゃうからあれだね、どれだねって感じなんだけど、あれですね。はい、あーそういえばね、ピアスこっち、こっちじゃない、こっちでした。こっちのねピアス、ここの輪っか、黒い輪っかがあったんだけど壊れちゃってでさ、とある撮影場所に行ったらこう柔らかくなっちゃって、そのピアスが素材ふにゃっつってさ、ダメになっちゃって、その黒色だったんだけど、黒色のなんていうの、塗装も剥がれちゃって、まあ安かったからいいんだけど、ここのピアスなんかセット売りみたいなやつだったからさ別にいいんだけど、マイマスクしとこう。そうだから今ね、左のピアス絶賛ないんです。あ、買わなきゃいけないなって思いつつもめんどくさいなみたいな。そうだからさ、こっちのね右と同じ大きさのピアスがあったらいいんだけど、ちょっと探すのもめんどくさいし、買えるかと思って、そろそろ。でも輪っかがいいから、でも大きい輪っかはいらないし、かといって太い輪っかもいらないし、ちょうどいい輪っかがいいんですよ。でもそのちょうどいい輪っかがね、見つけに行くのがめんどくさい。まあ多分すぐ見つかると思うんだけど、そのお店まで行くのがめんどくさいっていうね。そうだからちょっと放置してる今。だから右が今ピアスがなくて寂しいんです。変えようかな、輪っかじゃないやつにしようかな。
ちなみに今何時ですか？ちょ、これでさ配信しててさ遅刻したらシャレになんないよね。さすがにショールーム配信してて遅刻しましたってもう過去一最低な遅刻の言い訳ですね。あ、7時15分全然まだ大丈夫ですね。ありがとう。そう、もでも持ってるピアスがねもうこれしかないの。ここのかわいいよ、かわいいんだけどさ色が結構今の他のやつとさ合わなくてさ使えてないんだよね。こちらですね、こちら Y の好きなピアスたちなんだけど、いや他にもまだあるんだけどちょっとそこは違う大きいボックスに眠ってるので、私のこれが一番お気に入りちゃんたち全部ビビアン、これでねオーソドックスな見えないですね、オーソドックスなことハートの中にロゴというかなんかデザインがあるやつと、これめっちゃ可愛いんだよ地球でも中のここの青いのがねハートになってるんですよ、地球の部分可愛いと思って。でもこれねめっちゃお気に入りなんだけど色がぶつかりすぎててちょっとなんかすごいガチャガチャしちゃうっていうね欠点がある、それだけ。あとよくお風呂にそのまま入っちゃって癖でこのピアスを取らないこのね下の耳たぶのそのまま入っちゃってってよくやっちゃうんだよねこのピアスそうで 2回ぐらい一緒にお風呂入ってるね。もう諦めるけど入っちゃった時は、まあ、洗ったと思ってと思いながらよく拭いて保管するけど可愛い。そう可愛いんだよ、可愛いんだがここ紫となんかすごい虹色、まあ、紫中心の虹色っぽい色と黒だからさ合わなさすぎて、これがいなかったらいいのかなまだね。いや関係ないな、どれがいようがどれが、でも黒がちょっと存在感でかいか、合わないっていう、全然合わない、ガチャガチャになっちゃう。ピアス計10万いく、いやこれにしたらいくと思う、この2個いや余裕でいくと思うよ、10万になると思う。これがいくらだったかちょっと忘れちゃったけどおそらく高いから、いやそんなベラボンに高い、ちょっとそんなベラボンに高いわけじゃないと思うんだけどちょっといくらか忘れちゃったけど、そう絶対いくよこれね、可愛いんです。でもこっちも合わないんですね、どう頑張っても、あのここに何もない耳だったら多分可愛いと思うんだけどガラガラになっちゃうねやっぱ。いやでも可愛いからもうガラガラになってでもつけようとは思ってる精神なんだけど、じゃあ今度ラジオで行ったのよ私が、いや歩く7万円なんだよ、歩く8万円だっけ、7万円か歩く7万円なんだよみたいな出て、ピアスのトータルの値段がね。でもこれをしたら確かに歩く10万円になれるのか、次なんかネタ困った時それで行くわよし今日はこの高いピアスをして歩く10万円というネタにしようみたいないやそういうのショールームで言うんじゃないよバカ、本当にネタバレになっちゃうでしょ。これはシルバーですね、これはシルバーね、これもまあなかなかなんか違うイメージになってしまうね、可愛いんだけどね。
どうもこことうまくいかないっすね。いや、ネタ切れじゃないの、新たなネタを生み出したってことですよ。ネタ切れではないの。そう、みんな落ち着いて、ネタ切れではないから。かわいい、めっちゃかわいい。ただちょっと統一感はないと。まあそれもまた個性と。いや、かわいいよねハート。そうなんだよね、かわいい。どうしよう、新しいピアス欲しいですね。ここのねピアスたちをね、全部を多分シルバーとかさ、ゴールド、ピンクとかに統一しちゃえばいいんだろうけど、紫にしちゃったからね、この中とかも。これなんで紫にしたかっていうと、なんでだっけな、なんで紫で統一したんだろう。紫なんで、なんでだっけな。でもなんかそこのピアス屋さんの人になんか紫似合いそうですねって言われて、もう単純だから、え、じゃあ紫でってなって紫に決めた気がする。そう、最初はシルバーで全部合わせてたんだけど、色がいいなと思って、なんか色のやつありますかみたいな。そしたらなんかゴールドとかもありますよ、ゴールドとかピンクとか、え、どうしようって迷ってたら、いや紫似合うと思いますって言われたから、え、じゃあ紫でって言って決めちゃった。うん、速攻やったね。そして私の耳は紫になったと。ここだけね浮いてる黒だ。ここもね変えたいんだけど、なんかいいピアスが見つからなくて、これは昔のインダストリアルの穴を利用してここにいます。こっち閉じちゃったからね。もうくー、そうなんです、めっちゃ店員さんいい人。インダスはしたい気持ちもあるんだけど、ちょっともう ここにこれを置いたことによってもできないっていう。そうなんですよ、全部で 1,2,3,4,5,6,7,8 らしいです。8個、1,2,3,4,5,6,7,8,8 だ。ここの2個ね、もう多分ね通らない、閉じたと思う。ここにね2個あるんですよ。いや、もう今んとこ増やす予定ないかな。もうなんか入れたいとこってか開けたいとこないし、通るかな。いや、だから力ずくで言ったら通る感じがする。どこだ、穴が分からん。ここか、ここだな。うん、塞がったかな。あー、いや、いける。トントントンってやったら絶対貫通する。うん、貫通します。ただ絶対血とか出るタイプのやつだから、ちょっとこれで開けるのは嫌かなこの子で開けるのはちょっと嫌だから、ちょっと安定させるなら安定させる用のピアスで開けます。何って、私ピアス穴が好きなのね、耳たぶの。なのでこれはもうそういうデザインとして私の耳にいます。だからなんか開けたい、開けたいというか、前だったら多分ずっとここに
3連とかでやってたんだけど、今はピアス穴がお気に入りなのでピアス穴が気に入ってるので開けません。っていう感じです。まあ、あのピアスの話してても全然面白くないと思うんですけど そうなんです。ピアス穴をファッションにするというのは本当天才なんです。ありがとうございます。お褒めいただき幸せでございます。そうなんでございますよ。やっぱねいいよねピアス穴って。何がいいか分かんないんだけど、いやいいなってなるね。うん、ただ一番私が今不安なのは耳たぶのピアス穴はいいとして、ここをね将来取った時、ここのここら辺のこの耳たぶじゃないところのピアスを取った時にピアス穴が可愛いってなるピアス穴だったらいいんだけど、うん、なんか違うなっていうこうピアス穴だったら嫌だなって思ってちょっと今怯えてるそんぐらいかな今怯えてんのは。ここね切ろっかな。ここの毛今切ると多分メイクさんに怒られるので今日の現場で切りましょう。さすがに長い。きっと将来は綺麗に塞げる技術できてるよ。そう信じよう。あのまあ綺麗にどうなんですかね。なんかはい頑張って塞いでいただきたいです。自分の耳にはそれかもうずっとつけてるかもしれないけどどうなんだろうね。つけてるのかな。どうなんだろう。あでもね前髪ね基本ね自分で切ります。自分でっていうか、なんか違和感のある部位は自分だけど、ベース美容師さんに切ってもらって、だからこういうのとかもピョンって自分で調節して切ります。でもそれをメイクさんに相談します。でおかしいもんだってここだけ。うん。そうね。今ちょっとストレート気味になっちゃってるから余計。そうしこりになるのが嫌だなっていうとこはあるね。まあそれも思い出かなみたいな思い出としていや受け入れていこうみたいな感じ。まあ、でも今気に入ってるから何もしないけど。かわいい。さあこのねインダスのね開けてあったとこだけねちょっとねあのケロイド気味になってる気がするから、そう病院行って注射しに行こうかなと思って。効くか分かんないけど治るとか、なんかこれがその治るかは知らんけど、まあ、一回病院に行こうかなと思ってるね。確かに将来はその時考えようって感じ。確かに
今は今でみたいな。なんかさ、私さ、おでこ広くなった？あのハゲたとかじゃないんだけど、ハゲたとかじゃなくて、なんかあれかな、前髪立てるようになったからかな。こうやっぱさ、こうとさ、こうってさ、だいぶおでこのさ広さの見え方が違うね。こうなってんのとこうと、こっちの方がやっぱおでこ広く見えるもんね、こうより。うん、だから決してハゲとかじゃないんだよ。もともとおでこは広いんだけど、こうそう、面積が変わったことによって広く見えるよっていう話ですよ。全然違うよね。いやでもなんか本当に広く見えるな、怖っ。いやでもおでこが広い方が、あの太陽の光吸収できていいらしいからおでこで太陽の光もらってるらしいの。だから私はおでこで太陽のパワーをめっちゃ吸収してるから、超いい人間になれるわけよ。超いい人間になれるかは知らないけど、あ、まあめちゃくちゃ太陽のパワーはこうまとってるよっていう、最強やろ。いやこうやって前髪隠してる子多いか、おでこ、そのやっぱそうなるとより私は光をおでこで吸収してるから最強だと思うね。うん、そうなんだよ。いや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 、なんか聞いたことない？聞いたこと、私はね聞いたんだけど、おでこから太陽の光をもらってるみたいな。いやなんか昔誰かが言ってたんだけどな。違うこれ。私それ信じてるからさ、結構誇りなんだけどね、おでこ開いてるの。どうなんですかね。まあ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 、まあ、そう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 、なんだろうね。まあこれ以上私に突っ込まないでほしいというか、こう、うん、そうなんだよね。こう逃げ道を、私のね逃げ道をうまくみんなが作ってくれないとね、私恥ずかしいですから、外れた時、あ、この太陽が私を苦しめたって思っちゃいますが、数年間の私のピュアな気持ちをね、みんなが踏みにじることになりますから、いいんですか？この数十年の私のピュアな、ね、幼少期から培ったピュアなこの気持ちを皆さん踏みにじる気ですか？え？ね、そんなつもりない。よかったよかった。もう危なかった今。もう拳と拳で衝突するとこでした。危な。危なかった今。私今ここまで出てましたから、皆さん。ここまで出てましたよ。もうすぐで、ね、画面突き抜けるとこでした。危ない危ない。危なかったね。いや、命拾いしたよみんな。よかったよかった。よかったね、ほんと。うん。水でも飲もうかなと。めちゃくちゃ水滴がすごい、汗かいてる。お水が冷蔵庫から出したから、ちょっとあの気温の差ですごい汗かいてる。お水も大変ですね、朝から起こされて冷蔵庫の中に眠ってたのに、かわいそうに。この時間でも結構人いるんだね。あ、でもこれ累計だから違うわ、いつも騙されるんよ、累計ですから。いや、ほんと、みんな
ご苦労様ですよ。素晴らしい。今何時でございますか？何時でしょう？7時35分。 OK、 7時35分。 OK、 7時35分。 OK、 7時35分。 いいねいいね。7時35分。7時35分か。あっという間に。いや、長いな。長くはないか。何時から始めたか忘れちゃったけど、あっという間か。今日は、なんだっけ。今日の朝ごはんはブラックコーヒーにしたいと思います。なぜなら眠気が来そうで怖いからです。いやもうほんと今日の夜が楽しみだね。絶対にすぐ寝ると思うんだ。でもさ、そういう日に限って結局4時とかまで起きちゃったりするよね。あれみたいな。もうすぐよ、寝る予定だったらなんか4時なんだけどってなる。ね。で、3日目が2日間全然寝なくて3日目が一番寝れるみたいな状況になるよね。ってことは私はあと何時間だろう。明日は、明日はね、なんだっけ、朝早かった気がする。2個お仕事入ってたかな。なんだっけな、あれじゃん、30日か明日。あ、今日 29? 今日29だから、明日30は遅いわ。終わるのサイン会でしょ。LINE ライブで歌って、でその後サイン会かな。そう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 。ああ、また明日またショールームで会うことになるよみんな。めちゃくちゃ私ショールーム好きじゃん。めちゃくちゃショールームやるじゃん明日。あの LINE ライブもぜひ見てください。 LINE ライブ見た後に、あの多分おのおののショールームかな、おそらく個人ショールームだよね多分ね、あれね。で、サイン会あるんで、ジャケットにのなちゃんの CD ジャケットにサイン会、申し込んでくれた方のお名前と私のサインとメッセージで送るんで、あの詳しくはツイッターの方をね見てもらえれば、で、申し込みもしね興味あったらできるんで。でショールームで何するかって言ったら、そのショールームで名前を読みながら「まるまるちゃんありがとう」って言って、あのサイン書いたりするんだけど、そう、あと個人ショールームだよね。やっぱでもさ、東京なんだよ。 LINE ライブさ、東京で やって生放送か、あれ生放送やって、そのまま東京でサイン会しよう。東京のところでショールームでサイン会するんだけど、この間はさ名古屋だったから
結構なんか私めっちゃ長時間やっちゃったんやけど、まあ、東京ってなるとねどうですかね、なんか会場とかどこでやるんだろうみたいな、会場借りてる時間とかあったらさちょっと気まずいなと思って。でもそこまで申し込む人いない気がするんだよね。この間サイン会あったからいるかな。いやみんな申し込んでくださいぜひ。あの本当に捨てるなら申し込まない方がいいと思うんだけど、捨てないのであれば欲しいという方がいらっしゃいましたら、はい、もう本当にいい歌いっぱいなんで。何時からだっけね、9時からだっけ、サイン会9時からだった気がする。遅いんだよね結構。そう、早く寝たいよっていう方には申し訳なさすぎるけど、まあまあはい、よろしくと。そう9時からだよねやっぱ。楽しみに待ってます。もう1年限定っぽいね今んとこ。もう一番1年限定でしょうということで、今回しかないんでね、気になる方はぜひお願いします。ラインライブどんな感じなんだろうね、楽しみだね。ラインライブと、もうすぐであれもあるわ、オールナイトニッポンもあるね。オールナイトニッポンジャパンだっけ、3日かな、うん、そちらの方もね、あのメッセージを送っていただけると嬉しいでございます。7月3日2日ん？あ、オールナイトニッポンかあ、なんて言った私オールナイトニッポンで、なんて言った、あれオールナイトニッポンって言わなかった、あれなんて言った、ちょっと記憶いないわ。オールナイトニッポンって言った記憶しかない。ジャパンって言ってた、オールナイトジャパンって言ってた、オールナイトニッポンジャパンって言ってた、オールナイトジャパンかあれオールナイトニッポンジャパン、あれなんてオールナイトニッポンジャパンって言ってたオールナイトニッポンジャパンはちょっとくどかったな。ちょっと主張しすぎたね、日本っていうことを、ここ日本だよっていうことをね、ちょっと主張しすぎたわ。オールナイトニッポンか、あれなんかそんな名前じゃなかった、私たちが出る枠の名前。違ったか、何の勘違いやったんやろう。あ、そう、7月3日は深夜3時から5時までやって、次の日浴衣ファッションショーに出させていただきます。はい、頑張ります。いやでも結構なんかオールナイトニッポン やった後にあの握手会とかもあったりしたから、なんだっけ、トーク会かとかもあったりしたから、
結構そこ鍛えられてますね。いや多分トーク会の方がね朝早いと思うよ、その浴衣のイベントより。わかんない、浴衣のイベントが何時かわかんないけど、だからもうあのそこで鍛えられてますので、それより遅かったらもうまあまあいけるいけるって感じかな。オールナイトニッポンゼロか、ゼロをジャパンだと思っちゃったわ、間違えちゃった。そうなんです。いやこっからねなんかわかんないけどめちゃくちゃハードモード、結構ここまでもハードモードだったんだけど、こっからさらにハードモードなスケジュールになるので、こうみんなが知らないスケジュールの感も違う他のことしてるからね、こう結構やばいです。はい、やばいんですよ。まあ頑張ろうっていう感じかな、楽しみつつ。うん、オールナイトニッポンゼロ出ますよ。出ます出ます、お楽しみに。頑張るよ、ありがとう。大変ですね。いやーもうそろそろですかね、今何時だろう、何時かや。お、7時48分。そろそろ終わるかな。そろそろですね。準備しつつ。かな。絶対今ベッドに入ったら寝れる気がするんだよね。あるあるだよね、やっぱり。でもきっとあのままベッドにいても寝れなかっただろうからね。いいえ、こちらこそ普通にあの来てくれてありがとう。みんな朝ごはん食べてね、今日楽しく過ごしてください。そんな感じですかね。じゃあね、みんなお互い頑張ろう。はあ、はあ、はあ。